おはようございます。広島買収汚職王国ということでね、Facebook の記事を上げさせていただいております。本当にがっかりだなと思いますよね。私、広島でね、多少なりとも政治家の方とお付き合いがある、議員の方とお付き合いがある身としてはですね、今まで私に語ってきたあのね、清廉潔白な言動は何だったのかと、一人一人の顔を思いながらね、腹立たしい思いがしますね。まあ、それに控えるとですね、安芸太田町に返り咲いた橋本裕明さんは以前ね、関わる機会が何回かあったんですけども、なんかその酒気帯び運転かなんかで辞任された後、民主党をはねられた後、本当にね、不意の時代を過ごされたと思いますけども、橋本さんの方が随分潔いなと思いましたね。本当にあの時はね、もう本当に飲酒運転ぐらいでって気持ちが私の中にもやめなくてもいいのになって思ったんですけども、やっぱりそこが私の意識と政治家橋本さんとの意識の差なんでしょうね。少しのやっぱりね、自分への甘えも許さないということで線を引いたんだと思います。で、今安芸太田市長選挙を通りまして、現職に市長さんとして再出発しているということでございます。橋本さん、本当におめでとうございます。当然の当選だと私は思っております。で、それに控えですね、河井夫妻の買収事件、親分安倍晋三が絡んだ仁義なき戦いということで記事が出てます。 LINE のニュース、今日は7月23日の朝5時のニュースなんですけどもね、河井克行、案里の河井夫妻逮捕、起訴されたけど腹立たしくてしょうがないよ、渡す河井に受け取る面々、結局さ、金があれば選挙で勝てるっていう、金で、票集めができる、当選できるっていう悪霊を証明したようなもんだと。令和の時代にまだそんな無法がまかり通るのかってがっかりだよということでございますね。私も同じ気持ちです。江戸時代じゃないんだからね。そんな、しかもね、20万30万のはっきり言って、はした金で票が1票買えるんですかってことですよ。20万30万欲しいんだったら私があげますよ、ね、私があげるんで議員辞職してくださいと申し上げたいですね。で、一番がっかりしているのは、私と同じような気持ちの方もいらっしゃると思うんですけども、地元広島選挙区の真っ当な有権者だろうねと。広島の選挙を汚い金で汚されたって、広島のイメージをとことん落としたって、広島は悲惨な原爆の歴史を背負い、世界に平和を訴える象徴的な都市だ、世界が広島を知っている。そうなんですよ、日本で東京といえば第一の都市ってことでね、世界に知らしめられていますけども、次に有名な広島の日本の都市ってのはやっぱり広島でしょうね。カタカナで広島と書く、それが有名になったと思いますけども、一気にですね、この汚職王国広島という悪名に轟いたんではないかなと思いますね。そういうふうな責任感も負いながら、この広島というね、美しい水の都を私たちは生きていきたいと思うんですけども、まあね、汚れた水にはカープも住みませんよ。そんな感じでね、 LINE の記事 URL をつけておきますのでご覧いただければと思いますけども、いや、本当に怒りが収まらないのはね、こういうとこですね。広島だけは綺麗なところでいてほしかったなという思いがもうここで立たれたかなというところでございます。私の顔にね、見覚えのある、議員さんは思うところがあるかもしれませんし、負け犬がね、何言ってんだと、世の中金だと権力だと言うんだったら、しょうがないでしょ。これは人それぞれ価値観ございますんで、違法無法でもね、それがまかり通るのがこの世の中 なのかなと思うとちょっと悲しい気持ちがしますけども、これからもね、少しでも正義がそこにあるんではないかなと思いながら、目を向けさせていただこうかと思います。それではですね、もっと本当は言いたいことがありますけども、それはノーコメントで、いずれ話せる時が来たら話そうと思います。失礼します。